かなりの人数が集まってる。なんだか不穏な香りがするぜ。よりによって庇護の日と重なるなんて、ピリピリしない方が無理よね。雲行きが怪しくなってきた。早く依頼人を見つけないと。姉さん、あれ見て。私たちが探している人ですよね。ああ、そいつだ。つけるよ。ここに入ったね。二人は見張ってな。私は依頼人を助けに行く。あら、この扉腐ってんじゃない？くそ、遅かったか。何をしている。奴を始末するぞ。あんたたち、覚悟はできてんだろうね。あんたの犠牲は無駄にしないよ。安らかに眠りな。さっきは助かったよ。私はラビアだ。あんたは？どっかで聞いた名前だね。どうしてこんなところに？王国軍が小石爆弾で襲撃されたらしいぜ。おかげでウェーブランは大混乱だ。小石爆弾？民間人の手に入れられる代物じゃないね。やっぱり裏で糸引いてる奴がいる。俺らには関係ないって。姉御、さっさとずらかろう。早くしないと巻き込まれるぞ。あれ、この人は？ああ、こいつは心配いらない。信用できる、多分ね。初対面だってのに不思議なこともあるもんだ。この子らは私の子分、マイサとファカールだ。ここもじきに火の手が上がる。あんたも一緒に来な。どうした？おい、何をぼーっとしてんだ。なんでだよ。し、聞きな、足音だ。団体さんだね。よし、通り過ぎた。でも、もし今出たら鉢合わせちゃいますね。かもな。落ち着くまでここで待つか。ああ、それがいい。わかる、マイサ。しっかり扉を見とくんだよ。念のためにね。どうなってんだよ。
こら中で人が倒れて、まるで戦場だ。良き意志が平和をもたらすってイナンナ王女がおっしゃったばかりじゃねえか。もっと早く気づいていれば。もう逃げられねえぞ、お嬢ちゃん。どうせ一人きりなんだろ。俺らと来いよ、一緒に楽しもうぜ。ろくでなしども、許せない。おい、マイザ、あなたたち、やめなさい。大丈夫？怪我はありませんか？あ、待って！たく失礼だな。助けてやったのに礼の一つも言わねえ。感謝されたくて助けたんじゃないもん。その辺にしときな。あの子は怯えてるだけさ。難民の列に紛れ込んだみたいだけど、私たちもついていっちゃいます？どう思う？うん、よっしゃ、行こうか。なんか気な臭いね。かもね。気抜くんじゃないよ。状況が変わるときは一瞬だ。いえ、どうにか次の目的地にたどり着くには最低でも3日分の物資がいるんです。この俺と交渉したいとはいい度胸じゃねえか。命があるだけありがてえってもんだろうが。そうだぜ。分かったらとっとと物資をよこせ。少しでも隠してやがったらここから出られると思うなよ。みんなが見ている目の前で強盗を働く気ですか？それがどうした？こいつでドタマかち割られてんのか？あら？あなたって確か。お隣さん家の末っ子じゃない？うちの店にも来たことがあったと思うけど。何を手任せ言ってんじゃねえ。このウェーブランはあなたが生まれ育った故郷でしょ。でもあなたは今これまで世話を焼いてくれた人たちを傷つけようとしてるのよ。情けないとは思わないの？うるせえ。今の俺にはな、同じ志を持つ仲間がいるんだ。今俺がやってるのは、全部でかいことのためなんだ。倒すんだよ、暴君を。同じ志？暴君を倒す？弱い者に刃物を向けて威張るだけ。そんなちっぽけで日和見な連中が集まって、生きがってるだけでしょ。俺は、このガキ死にてえらしいな。獲物の分際でこの俺に無駄骨折らせやがって。もう構わん、奪え。
で。私たちは獲物じゃない。おっと、あの嬢ちゃん喧嘩は初めてかな。正面やりやがったな。みんな武器を取って、自分の身は自分で守るの。じゃ、ちょいと手伝おうか。行くよ。あなたは。ほら嬢ちゃん、おさっとしない。守りたいものどっさりあるんだろ。皆さん今です。力を合わせて一気に脱出しますよ。あんたたち腕の見せ所だよ。了解。ありがとうございます。本当に助かりました。いいんですよ、困ってる人がいたら誰だって助けるものです。へ、あんな奴らじゃ肩慣らしにもならないぜ。ジョーちゃんはこいつらのリーダーかい？いいえ、私も皆さんと同じでただ必死に逃げているだけです。町を脱出した後はバラバラになると思います。私のような身寄りのないものが大半ですし。だったら私らと一緒に来ないか。お誘いありがとうございます。でもみんなとの約束がありますので。そうか、この後はどこへ。ひとまず大通りに沿って東に向かいます。でも後のことはクロスロードについてから考えようかなって。難民にとっては簡単な道のりじゃないだろうね。ええ、それでも自分の足で歩いていくしかないんです。いつも誰かが助けてくれるとは限らないから。みんなで力を合わせ武器を手に取れば、少なくともただ死を待つだけの獲物の群れにはならないはずです。確かにね。東の方角へ進むとしたら私らの町を通るかもしれない。すっごく素敵な町だから絶対寄ってくださいね。そん時は弓の指南でもしてやるよ。わかりました。皆さん本当にありがとうございます。あなたにもお礼を言わないといけませんね。さっきの戦い、あなたが指揮を取っていなければきっと多くの死傷者が出たと思います。違いない、大したやつだよ。さあそろそろ出発しなくては。街の中は危険です。皆さんも早く離れた方がいいですよ。無事をお祈りします。ああ、あんたらも気をつけな。
よくできた嬢ちゃんだ。で、あんたはどうする？何か思い出した？それじゃ、私らと一緒に来なよ。一人で放っておけないしさ。そうそう、一緒に行きましょう。あんた、俺たちに出会えてラッキーだぜ。古の大陸ロディニア、そこに存在する悠久の歴史を持つ美しい国イリア王国。イリアの大地には硝石が豊富に眠る。だが謎の力を秘めた希少な鉱石は列強たちの非暴を招いた。権力争い、外部勢力の介入、過激化する宗教問題や民族対立、ウェーブランでの暴動をきっかけにイリアの波乱なる運命が幕を開ける。果たして君をどんな旅が待ち受けているのだろうか。生きて戻れないかと思ったぜ。本当、まさに悪夢だったね。この先の町がスズランの剣の拠点だ。まあ家みたいなもんかな。ああ、うちの傭兵団の名前さ。そうなんです。というわけで私たちの仲間に入りませんか？おいおい、まだ早いだろ。こいつは自分のことすら思い出せないんだぞ。もし万が一。でも機転が利くし、ここまでずっと助けてくれたし。ですよね、姉さん。そうだね、かなりの実力を秘めているのは確かだ。知っての通り、このご時世国中乱れ切っててさ、安全な場所なんざありゃしない。その上あんたには記憶がない。詰まるところが行き場がない。そこでちょいといい話だ。スズランの剣に入れば何はともあれ寝泊まりには困らない。どうだい？ではでは、よろしくお願いします。わからないことがあったら何でも聞いてくださいね。先輩としてガンガン鍛えてやるからな。いいね、めでたい。これで歓迎会を開く理由もできたし、一丁飲むか。